やあ、さすがケイスケだよ。見てください、そういえば、前回のバトルこんなところで終わったんだったわーっていう感じです。大丈夫か？これ、YouTube に R18 指定されんかな？最初この、全くモザイクかけん状態でアップして、それで R18 かかるんだったらモザイクかけよう。うん、しょうがない。モザイクしょうがないかもしれん。もしかしたら今回は。なわけでやっていきたいと思います。肌色で多いけんな。大丈夫かな ?YouTube。わ、もちろん。お願いします。水木さん。どういう状況ってみんな思うだろうな、これ。このパートから見たい人どういう状況って思うだろうな。上乳のテカリ具合半端ね。浴室の椅子に腰を下ろしたまま、俺は黙って彼女に背中を差し出した。さっきからうるさいぐらいに、心臓が高鳴りまくっている。そりゃそうだろうな。すぐ後ろにタオル一枚の女の人がいるんやで。しかもスタイル抜群のな、美人さんがな。どういう風俗？これどういう風俗？狭い浴場で裸同然の格好で二人きりなんだから当然だけど。男の人の背中ってとっても広いんですね。傷つけないでくださいよ。背中の傷は剣士の恥っていう話ありますからね。俺剣士じゃないけど。ピトッと背中にスポンジを当てられるだけで体がピクリと反応してしまう。ドビンカになってるわ、ね、この状況ドビンカにする。男をドビンカにするね。強く擦りすぎちゃいましたか？いや、そういうわけじゃないよ。大丈夫。ありがとう。ある意味傷物ですね。こう見てみたらある意味傷物になっていきますね、これ。いろいろ。大丈夫ならよかったです。精神面、心の状態が大丈夫じゃなさそうですけどね。そう言い、もう一度背中にスポンジを押し当ててくる。しかし、本当にこれはどういう状況なんだろうか、羨ましい。でも羨ましいぞ、主人公。俺は一応腰にタオルを巻くことで尊厳をかろうじて守っている。それに、水木さんもバスタオルを体に巻いているため、肝心なところは一切見えていない。とはいえ、半裸なのは変わらないんだよな。そうなんだよな。逆にはみ出してるところ、はみ出してるところがさ、すごいフェチポイントなんだよな。上乳と太もも。これ素晴らしいね。お前今回のパート大丈夫かね？ YouTube になんか引っかからんかな？ YouTube の審査で引っかからんかな？大丈夫かな？背後にいるし、必死に視線は向けないようにしているけど、鏡があるのでそこはあまり意味がない。そして鏡に映っている水木さんは、とても赤い顔をして恥じらっているようにも見える。そりゃそうだろうが。これで全く真顔だったらさ、お前サイボーグかってなるからな。その、高橋さん、ごめんなさい。え、どうして急に謝ったの？その、冷静になって考えたの。冷静に考えてもわからんわ、わかるだろ、それぐらい、お前。なんだ、逆に冷静になって考えて、これまで冷静じゃなかったんかって話じゃないの。なんだ、冷静じゃなかったってどういうことだ。何があったんや、お前に。自覚するの遅くない？だって、高橋さんの恩に報いるチャンスだと思ったので。盲目すぎるわ、お前。この先の展開に関して盲目すぎるわ、お前。うん。報えるチャンスだからって、お前、半裸の状態で男の人との向き直るか、お前。TA でも似たようなシーンはありますし、あ、それの影響かい。高橋さんはどうしたって意識も強かったものですから。どうしたったら半裸を見せても大丈夫なんか？漫画に、好きな漫画にそんなシーンがあったら同じことやっても大丈夫なんか？違うだろ、お前。そうなんだ。じゃあ TA でさ、お互い全裸で抱き合うシーンがあったら男の人と全裸で抱き合ってもいいんか？そういうことになるぞ、お前。極論。はい。でもその、高橋さんの背中を見て、急に男性なんだって意識してしまい。ああ、
ほんまにこれまで男性という感じで捉えてなかったんやな、俺のこと。あくまで同志って感じ。ああ。暴走気味だったが、そこで我に帰ったのか。最近は衣装作りの追い込みで忙しかったため、寝不足気味だったのもあるかもしれない。寝不足だからって、ここはならんと思うわ、俺。なんだ？じゃあ俺さ、同じアニメが好きな女の子と二人泊まった時にさ、寝不足気味だったらこんな展開に持っていけるんかな、頑張れば。ならんだろ、そんなこと。テンションも上がっていたし、正常な判断ができなかったのだろう。気持ちいいですか？そんなこと聞いてくるな、お前。うん。うん、それはもちろん誰かに背中を流してもらう機会なんて今までなかったから。そうですか、よかったです。ご迷惑をかけるばかりじゃないって実感できますから。なあ、千代さんがそう思ってくれるんだったら別にいいんやけどさ。俺は鏡越しの水木さんは恥ずかしげに体を縮み込ませていた。ああ待てよ、これ直接見るというより鏡越しっていう若干見えない、見えそうで見えないみたいな感じのところが逆にさ、注がれるんかな、これ。鏡越しってところに注目してポイントを当てますね、俺は。それでも、リジキーちゃんと俺の背中をスポンジで洗ってくれている。背中だけこう？背中だけこう？でもさ、はい、なんでしょう。俺の背中を流すだけなら、水木さんまで脱ぐ必要はなかったのでは？てかそこがええやん、そこがええやん。真後ろにさ、すっごい肌を見せた女の人がおるっていうことがええやん、お前。あって、あじゃねえなよ、お前。冷静になりきれてないな、お前。さては。冷静になったら恥ずかしいって言うけどさ、本当は冷静になりきれてないな、お前。俺の指摘に彼女は小さく息を飲んだのが分かった。そう、背中を流される方ならばともかく、流す方は必ずしも脱ぐ必要はないのだ。濡れる可能性はあるため、できるだけ服は脱いでおきたいって意識があったんだろうけど。大丈夫です、ちゃんとコスプレ用のニップレスを貼り付けてありますから。ああ、えってことはタオルベローとなっても大丈夫って感じかね。アニメとかのお約束みたいにバスタオルがはだけても隠れてて見えません。ほんまに全然大丈夫じゃないし、気づかんところは違うからね、それ。あ、なんとなく彼女のことが分かってきたような気がする。俺を男として認識しているとかしていないとか、そういう問題じゃない。うっかりやというか、天然とでも言うのか。こんな天然は初めて見たけどな。良くも悪くもお嬢様で捨てていないのだろう。まあ天然でいいものお持ちですからね。なんかドキドキはしますけど楽しいですね。楽しい？なんだ、小さい頃にさ、小さい頃に幼馴染の男女で風呂入ったことを思い出すか。あの時はそうよな、男女っていう意識がないからな、小さい頃は。よくさ、異性とお風呂一緒に入れたよなって思うよなって。私、高橋さんと知り合えてすごく幸せです。もうマジか、この二人もうなんか繋がってるな、赤い糸で。うん、うん、ありがとう、水木さん。あの、それなんですけど、そろそろ私を千代って呼んでくれませんか。おー、文字で呼ばれますと他人行儀に聞こえてしまいますから。え、それは別に構わないかな。ミクさんとこうして話をするようになってからそれなりに日数も経っている。や、日数以上の関係になってるけどね、これはどう考えても。もう日数に似合わないような進展具合見せますけどね、これ。それに俺の彼女への気持ちがある。少なくともただのお友達としてはだんだん 見ていられなくなってきた。そりゃそうだろうな、ここまで来てんだからな。お前、肌から見たら絶対ただのお友達どころじゃないぞ、お前。じゃあ千代さん。はい、千代です。一言名前で呼んだだけ。それなのに水木さん
千代さんは嬉しそうに微笑んだ。鏡越しにこのその見たその笑顔にドクンと心臓が大きく跳ね上がる。じゃあさ、俺のことも下の名前で呼んでよ。こちらだけ一方的に呼び方を変えるのは不公平だし。下の名前？お前股間に名前つけてるのか？私の方もですか？そうですね。わかりました。ムネトラさん。あ、ムネトラって読むんじゃこれ。あ、これでムネトラって読むやな。てか下の名前だったんじゃ今までネームのとこに出とったんて。あ、これ下の名前だったんじゃな、ムネトラって。あ、これでムネトラって読むもんなんじゃ。そうか。なんだか恥ずかしい。名字って何やったっけ、そういえば主人公の。名前で呼び合っているだけなんですけど。あー、でもあれか、主人公のセリフの中ではさ、名字で呼ばれよったけん、名字でよ名前出よったのにな、全然覚えてないわ。ムネトラって読むやなっていうインパクトが強いな、これ。そうだね。というか、そもそも今の格好自体が恥ずかしいんだけど。何せ、二人とも半裸で一緒に浴室にいるのだから。それは言わないお約束だと思います。せっかく意識しないようにしてたのに。恥ずかしそうに。ごめん。いいえ、それで、ムネトラさん、どうしますか？すごいよな、ムネトラさんやって。状況がトラがムネムネしとるところやのにな。トラがムネムネさんやん。今、トラがムネムネさんの人よ。ムネトラさんがトラがムネムネさんの人からな、お前。どうとは？頭も洗います？髪についた塗料をご自分で取るのも大変でしょうし。やべえ、頭洗う体勢ってどう考えてもさ、後頭部のすぐ後ろに胸が行くよな。俺、そういう感じ意識しちゃうけどね。大丈夫か、お前。ああ、お願いしてもいいかな。はい。では、シャワーをおかけしますね。目をつむっていてください、ムネトラさん。みんなこれさ、目閉じてさ、イヤホンとかヘッドホンとかで聞いてみ？ある意味 ASMR と状況に似とるぞ。ASMR でありそうな展開やぞ、これを。そして、俺は、つかの間の夢のような時間を過ごすのだった。いや、いろいろ我慢しなきゃいけなかったから、逆に地獄だった可能性はあるけれども、特に股間的な意味で。股間の胸トラはもう地獄だったんだろうな。わあ、どうした？とうとうやってきました、胸トラさん。あ、ってことはイベント当日か、これ。そうだね、いろいろいよいよ当日か。ご自身並みに選んだ小さなイベントだけど、やはり現場は空気が違うように感じられる。俺は基本的に傍観者だけれども、当事者である千代さんはかなり緊張しているようだ。ってことはあれか、とうとうそのリウスちゃん、闇落ちのリウスちゃんの衣装見えるんか。大丈夫かい、千代さん。初めて TA オンリーイベントに参加した先日より緊張しているかもしれません。うん、使命があるからな、今回は。ここで注目して名を挙げるっていうね。人前に出るのはピアノの発表会とかで慣れているつもりだったのですけど。あ、ピアノも習い事でやいようやな。ピアノすごいな。じゃあピアノと裁縫と、あと何やったっけ？他にもなんか習い事しおらんかったっけ？料理か。結構いろいろやりよんだ。最初でないか、お前。へえ、そうなんだ。俺にはよくわからないけど。いや、ピアノで思い出したけどさ、YouTube でさ、いろんなコスプレしながらピアノ弾きよるような YouTuber さん結構話題になったわよね。あんな感じのこと、千代さんもやろうと思えばできるんじゃねって思えへんと、これ。TA の主題歌を弾きながらさ、TA のコスプレしながら TA の主題歌を弾くっていう。なんか、リアルにもそんな YouTuber さんおったな、みたいな。でも、そこまで硬くなる必要ないさ。俺にも言ったけど、今回は試しの側面が強いからね。ま、俺の股間の胸ドラは硬くなってるけどな。今回のイベントを参加を通じて、用意した方がいいこと、忘れてはいけないもの、そういうのを洗い出すのが目的だ。あー、なんていうか、まあ、そこまで気負うなってことやな、とりあえずは。失敗して元々ってつもりで行こうよ。
もうそうじゃ、まあ無名やけんな、誰にも期待されてないくらいがちょうどいいのさやけどな、そういう感じやな。さて、チオさんを励ましたところで俺は現状を再確認する。イベントはすでに会場済み。コスプレするにあたって参加登録やロッカー室の使用許可も取ってある。俺もチオさんの勇姿を写真に収めるための撮影許可は事前申請済みだ。とりあえずここまでは過不足はないはず。更衣室は混んでいるかもしれないけど、早速着替えてきたらどうかな。そうですね、わかりました。水木千代、行ってまいります。いや、なんか戦場に赴くみたいな感じになってる。いや、戦場に赴くって言っても過言ではないのか。これコスプレイヤーとしての戦場にな。むっと可愛らしく気負いを入れて、荷物をさらに、いや、手荷物を手に更衣室へ向かう。男の俺はついていけないため、この場で待機だ。しかしやっぱりティン A オンリーとは雰囲気が違うな。大丈夫かな、これコスプレイベントって結構すごいよな。毎度毎度この中にどれだけ TA に興味を持ってくれる人がいるのだろうか。千代さんは美人だし衣装も自慢になってしまうが、かなりの高クオリティだ。目を引くことは間違いないため、それなりに話題になってくれると思うんだけど、そう考えるのはさすがに楽観的かな。悪い場所とか問題ももちろんあるとは思うけど。胸トラさん、どうした、いきなりって、え、どうしたんだ千代さん。まだ着替えてもないのに帰ってきやがった。ぼんやりしていたら、なぜかまだ着替えていない千代さんが慌てた様子で戻ってきた。え、何、大変です、ウィッグネットを忘れてきてしまいました。ウィッグネットって頭につけるやつか。え、どうするのそれ。いやー、お前さ、昨日の晩にちゃんと確認した。ジョンさんは時期が長くて多いため、ビッグをかぶるときはネットが必要だ。あれがないとうまくまとまらずにビッグからはみ出してしまう恐れがある。 どうしましょうか。今から取りに帰るのは難しいので、どこかで買えば。あ、ストッキングだよジョンさん。ストッキングなら代用できるんじゃないか。なんか嫌やな。ストッキング頭に巻くってことだろお前それ。確か肌の露出対策でボディファンデーションやストッキングを用意してきたよね。そうでした、電線対策に予備を含めて多めに持ってきてたはず。それを使えばいいんですね。ありがとうございます、胸トラさん。一礼し急ぎ足で更衣室へ戻っていく千代さん。よかった、何にせよさ、トラブルと思っとったら割とすぐ解決したな。ウィッグネットは盲点だったな。家で試着してポーズを練習するときも使ってたし、多分入れ忘れてたんだろうけど、今回の衣装には細かい部品が多いこともあって、そちらばかり気にしていた。もしかすると他にも何かを忘れてる可能性が。胸トラさん。案の定っていう感じで帰ってくな。何、何を忘れたんや。わあ、今度はなんだ一応さん。いきなり背後からどんよりとした声をかけられ、驚いてしまった。というかさっき更衣室に戻ってきたはずなのに、またストッキングをちょうどいい大きさにカットするためのハサミがないです。そこか。ああ、そっちか。で、考えてみれば会場で衣装が壊れてしまった時に補修できる道具を何も持ってきていない。そういうのも持ってきてないとまずいかもしれないな。へえ、そうか。ともあれ、反省は後でするとして、今はハサミの問題だ。ハサミくらいなら近くのコンビニで手に入るだろうし、俺が買いに行くしかないかな。あれ、もしかしてコスプレイヤーさんかな。ハサミがないなら私が貸してあげますよ。たまたま近くを通りかかったコスプレをした女性がそう声をかけてきた。うわ、優しい人がおるでないかお前。衣装は有名格闘ゲームの女性キャラだ。しかも結構クオリティが高い。有名格闘ゲームの女性キャラって、最近の格闘ゲームの女性キャラって結構みんな人気があるよね。格ゲーの女性キャラといえばみんな誰を思い浮かべますか。どうしても俺チュンリーが出てくるけどな。やっぱチュンリーかなってなってしまうよな。
でもなんかスタイルで選ぶんだったら、スタイルで選ぶんだったらって言う、スタイルで選ぶんだったらデッドアライブの女の子全員すごいおっぱいでかいよねって。離れした貫禄みたいなものを感じるし、ベテランのコスプレイヤーさんだろうか。あ、待てよ、知らぬ今井もいいよね。またその話をするかって話だけど、なんで俺チュンリーが最初にできたんだろう。いつもおかずにしてるのは知らぬ今井だろうみたいな。なるほど、話をしてるんだもん。実はビッグネットを忘れてしまいまして、ストッキングで代用しようと思ったのですが。あ、もともとの忘れ物はそっちだったんだ。じゃあ私の予備のネットをあげるから、ハサミは必要ないね。ですが、いいんですか。もちろん、そういう細かいアイテムって忘れる人が結構多いんだ。私も昔やっちゃったことがあって、その時に偶然言わせた人にもらったんだけど、それ以降毎回多めに持って参加してるの。だから気しないで。ありがとうございます、助かります。ただし返すときは問一でねみたいな、借金取りみたいな話にならんだろうな。問一って何。いえいえ、じゃあ早速更衣室に行きましょうか。はい、ネトラさん、それでは今度こそ着替えてきますね。もう帰ってくんなよ。今度はシースでコスプレイヤーの女性と一緒に更衣室へ向かう。これでもう大丈夫かな。でもまだコスプレしていない段階からこれって想定したよりもやばいじゃないか。これは反省会での議題が大変なことになりそうだ。俺は忘れないように今までのことをメモし、千代さんが戻ってくるのを待つことにする。大丈夫かこれ。あー、来たー。どなたですか。私は地底の戦士、地上の男に知り合いなどいません。これか闇落ちリスちゃん。確かに露出範囲多いな。胸元の出方も増えとるしさ、お腹が出とんやな。あと肩と腕もだいぶ出とるし、布面積せんま。やべえ、下半身どうなんだろうな。太ももとかも出とんかな。ちょっと全体像が見れるのがすごい楽しみですが、とりあえずすごいのがさ、これゆらゆら揺れとる中でさ、若干胸がプルプル揺れてるんだよね。デフォルトで胸揺れてるから、胸を止めておくような場所はどこにもないんだろうなと、そういうことが分かってきます。髪の色はネズミ色か。闇落ちって UI にはそこまでなんか暗い色ってわけでもなかったよな。ポーズを取り、闇落ちリリースのセリフを口にする千代さん。そんな彼女に向かって何度かシャッターが切られる。俺はその様子を少し離れたところから荷物をあざりつつ見守っていた。さすが千代さんだ。この前の時と違ってポーズもバッチリ決まっているな。地底帝国の手に押して主人公の勇気の敵として現れる闇落ちリース。勇気から呼びかけられた時の反応そのままだ。さらに大ような身振りをしつつ新たなポーズを取る。あなたが我々の敵なのであれば殲滅あるのみです。おお、バッチリ決まった。家で練習しまくってたキモポーズがこれ以上ないくらいにうまくいっている。千代さんを撮影するために並んでいるカメラマンからもどめきのような歓声が上がっていた。いや、並んでるって言っても数人しかいないんだけど。しばらくしてその並んでいた人数もいなくなってしまったけれど、そんなに注目されてない。もっと人が集まるもんかと思っとったらそうはいかんのやな。お疲れ様、千代さん。ムネトラさん、ありがとうございます。あー、戻った。いつもの千代さんに戻ってきたわ。どうでしたか。闇落ちリースちゃんをちゃんと表現できていましたか。やべえな、もう胸しか目に行ってないよ俺。ごめん、俺胸しか目に行ってないよな。あ、強いよね。うん、バッチリだよ。見ていてゾクゾクしたぐらいだからね。ありがとうございます。私も手応えみたいなのを感じていますし、すごく充実しています。もう縦に揺れた時のボヨーンっていうおっぱいの揺れ方がたまんねえな。そっか、それはよかった。さて衣装の方は問題ないかな。パーツが外れてしまう
なんてトラブルがないか一応気にしておかないと。なんだなんだなんだ、いきなりちょっとどっか局部に挟まったバイブが揺れたような振動したような反応やめろお前。大会仕掛けられたみたいな感じで。チオさん、当然チオさんの体がふらついた。俺は慌てて手を伸ばしその体を支えようとする。チオさん、チオさん、大丈夫です、ちょっと立ちくらみがしたくらいで。立ちくらみって昨日そんなに寝れてないんかって。いや、いくら立ちくらみだからって急に倒れかけるなんて。いや待って、そういえば途中でチョウさんは給水してただろうか。並んでいる人数こそ少なかったままの、撮影をしに来たカメラマンはほとんど途切れないペースで来ていた。ああ、調子が良さそうだったのでそのまま見ていたけど、休憩自体ほとんど取ってない。なるほど、結構暑いんだったら水分も欲しいよな。あ、ごめん、俺のミスだ。念のため救護室へ行こう、チョウさん。何やってんの何やってんの、お姫様だっかー、いろんなところが手に当たるやん。チョウさん自身は軽いんだけど、大人の女性コスプレのパーツ付きを持ち上げるのは結構辛い。だが負けてたまるかー、少し急ぐよ。まんずらでもない顔を浮かべるチョウさんである。少しでも俺の負担が減るようにと俺の首のあたりを手に回して抱きついてきた。うつむいているので顔色は見えないけど、そこまでひどいわけではないかな。俺は千代さんを抱きかかえたまま走らず、それでもできるだけ足早で救護室へ向かう。わか、ハッシーも露出ひどだよお前。隠す面積狭いなお前。闇落ちってなんでこんなに、これさ、闇落ちってなんでこんなにハレンチなんですかねっていう格好してますけど、下半身も下半身ですごい見せてる。いや、戦っている相手さ、集中できんわ。いや、布の面積の方が狭ないか、これ。初期の脱水症状と軽い熱中症だってさ、水分を取って少し安静にすれば大丈夫みたい。はい、その胸トラさん、すみませんでした。私、自分の状態にも全然気づかないで。大丈夫かね、この服装も服装で、YouTube に引っかかりそうな気がする。いや、もしかしたらこの動画だいぶモザイクかかった状態でアップされてるかもしれません。申し訳ございません。そういう場合でこのすごいエチチなシーンを見たい人は買って自分で見てください。とんでもないです。いや、これに関しては俺も悪かったよ。着で見ているんだし、随時休憩するように声をかければよかったんだから。ああ、やめろやめろ、 YouTube に引っかかる、 YouTube に引っかかる。ここは絶対にモザイク入れるわ。こんだけドアップはちょっとさすがにまずい気がするわ。肌のドアップって、俺の経験上 YouTube は肌のドアップとか下着のドアップとかはだいぶ厳しいからな。これはいかんわ。今回の闇落ちリリースの衣装はかなり特殊である。とても涼しげに見えるが、イベントでは肌の露出は咎められるためボディファンデーションで素肌を見せているのだ。つまりほぼ全身がぴったりと体にフィットされた素材に覆われていることになる。衣装を作成している時には考えなかったが、これのせいで通常以上に熱がこもってしまっているようだ。そして闇落ちと言われているだけあって、この衣装は全体的に黒い作りをしている。今日は室内でのイベントなのでそこまでひどくはないが、黒は熱を吸収するのだ。はあ、衣装は出来が良ければそれでいいと思ってたけど、そうでもないんだな。長時間来て撮影するんだってことも考えないといけないとは。うん、やってみて気づくことって結構いろいろあるよね。そうですね、私もその発想は全然ありませんでした。コスプレでの参加経験、イベント参加経験が少ないためといえば仕方ないが、それでも先に気づいていてもよかった。気分はどう？大丈夫？
少しでも量を取れるようにと適当なもので千代さんを仰いで風を送る。次のイベントではこのことも考えておかないとダメそうだ。千代さんを倒れるような目に合わせる気はないが、センスや、内輪やセンスがあれば多少は量を取りやすいだろう。コスプレ中は余計な荷物を持てないため、俺が持ち歩くか以上に仕込めるよう工夫するって手が必要だが、こんなんからさ、突然センスがバッとできたらなんか違和感があるけど。胸トラさん、そのお水いただいてもいいでしょうか。わかった。脱水症状も出てたそうだけど、すっかり水分を取らないとな。荷物から持ち歩いていたミネラルウォーターを取り出す。塩分補給のため塩タブレットの常備も必要になるかな。ああ、そう考えると今回のイベントは何もかもが半端すぎる。はい、千代さん、これを体を起こして飲めるかい。そんな表情やめろお前。やばい、このゲームがほんまでエロゲームに見えてきてしまうよお前。コスプレ的なさ、マニアックな趣味を取り付けた、そういうエロゲームに見えてくるわお前。よくスイッチ、ニンテンドー OK したなこれ。千代さん、なぜか言葉もなくじーっと見つめられてしまった。かと思えばそっと目をつむって体を上向かせてくる。胸トラさん、飲ませていただけませんか。お願いします。エロゲーやなこれ。うん、スイッチでできるエロゲーってやるんだねって。うん、なあ、受け入れたいぜ、やめろお前、受け入れたいぜお前。まるでキスをおねだりするようなその仕草に俺はとっさに周囲を見渡していた。救護室ではあるが周囲に人はいない、というかカーテンで遮られていることもあって周りからは俺たちは見えなくなっている。の飲ませてってどうやって。聞いてみるが千代さんからの返事はなかった。ただその顔は赤くなってしまっている。これは多分熱中症だからってわけじゃないよな。そうだろうね。あーやばいわ、これはやばいわお前。でも体は辛そうだしかな。うわ、上半身を起こすのは辛いかもしれない。もうほんまさ、トラがムネムネするようなことやめろお前。ああ、トラムネ8世紀かお前。え？口移しはないだろお前。まあやるんですけどね、口移し。どういうわけか。ムネトラさんか、トラがムネムネしすぎておかしくなって口移し始めますねお前。わかった、今から水を飲ませる。これだけ見たらすごい真剣なシーンなのにさ、やり方が頭いかれとるからなお前。俺は覚悟を決め調査にうなずき返した。多分求められてるのはこういうことだと思うな。そういうこと思うなお前。違うだろう、違うだろうお前、それは。そういえば、TA でも、リーズに口移しするシーンがあったっけ。闇落ちたリーズを、賞金戻すために、先導を解くための薬を飲ませるのだ。いや、コスプレに合わせんでもええよ、お前。自分が倒れたという状況で、そのシーンを漏れたいと言い考えたいわけじゃないと思うけど。笑いすぎてし、笑いすぎてセリフ真面目に読めんわ、お前。リース、もうこれ以上、君とは戦いたくない、賞金戻ってくれ。こんなところでプレイやれべえ、やめろお前。、うん、もうそういう やらんでええねん。そういうプレイやらんでええねん。俺は少しでも気恥ずかしさをごまかすため TA の主人公ユウキのセリフを口にする。
そして自分でペットボトルの水を口の中に含み、チオさんへとキスをしていた。おいおいおい、ロープレイすれば何でも許されると思うな、お前。コスプレしてそのキャラに合ったらロープレイしていれば何をやっても許されると思うな、お前。警察呼ぶぞ、お前。はっ初キス、こんな奪い方でええかこんな強引だ当てこすりみたいな方法で初キス獲得すな。こぼさないように慎重にゆっくりと口の中の水を千代さんの中へと送り込む。いや、おい、めちゃくちゃ恥ずかしい。じゃあやらんかったらええやん、お前。それでも集中し、水をこぼさないよう全部千代さんの中へ移していく。声優さんもうまいな、これ。このこの擬音語をさ、全部口でセリフで出せるんやけどさ、やっぱ手慣れてるなって思うわ。なんでそんな満足げな顔なんやねん。コクンと喉が上下し、水を謳歌するかな。唇を離すと、千代さんはどこか熱っぽい物差しを俺へと向けていた。水は足りたかな。はい、ごちそうさまでした。どういう関係性やねん、お前ら。もうコスプレイヤーとそのお供みたいな感じじゃないぞ、もうすでに、お前。いや、そこで首をかしげると困るけど。水を飲ませるためとはいえ、キスをしてしまった。いや、キスしない方法あったわまともに千代さんの顔を見ることができない。あ、やっぱりもう少しだけこちら。あ、まやだ。拒め拒め、お前の方も拒めや、ちょっとは。でしょうか、ムネトラさん。いや、倫理的にアウトですね、これ。仕方ないよね。まだ動くのは辛いんだろうし、水分はちゃんと取らないといけないもんな。じっと認められると嫌とはとても言えなかった。いや、普通はさ、される側が嫌と言うんですけどね。なぜかね、欲してるんですよね。結局俺は求められるままに何度か彼女に水を飲ませることになる。何回もやったん、口移し何回もやったん。おかしいと思わんのかな、千代さんの方も。え、これペットボトルをそのまま口に持ってきてくれればいいんじゃないですか、みたいな感じで考えればいいんじゃないの。うん、なんか千代さんも千代さんでやべえ女みたいに見えてきたわ。さて、コスプレブースに戻ってきたわけだけど、本当に体は何ともないのかな。無理せずに、今日はもう帰ってもいいんだよ。はい、もう何ともありませんから大丈夫です。いや、二人の関係性に何か問題がありそうな気がするんですよね、これ。何せ、胸虎さんがずっと看病していてくれたんですから。看病の仕方ってあるよね。え、元気になったからいいけど、多分さ、ムネトラの股間のムネトラも元気になってると思うけどね。救護姿勢のことを思い出し、恥ずかしくなってくる。とはいえ、千代さんの顔色は悪くなさそうだ。無理はさせられないけど、休み休みなら問題はないかな。それではまた頑張ってきます。ムネトラさん、そこで見ていてくださいね。千代さんはとても闇落ちしているとは思えないほど可愛らしく微笑みかけてきた。そして数回の深呼吸、それで頭の中のスイッチが切り替わったのだろう。地底帝国七本屋黒天のリース、参ります。はい、言ってください、黒天のリース。闇落ちした時の意味に使う名乗りを高らかにし、コスプレブースへと足を踏み入れる。ああ、帰ってきた。どうだったかって答え。お疲れ様、千代さん。マネトラさんこそお疲れ様でした。
コスプレ衣装から私服に着替えた千代さんが更衣室の方へから戻ってくる。すでに今回のイベントは終了していた。大半の参加者たちはすでに撤退しており、周囲には数える程度にしか人は残っていない。遅くなって申し訳ありません。更衣室が混んでいたもので。それは仕方ないよ。終了間際と直後は混み合うのも当然だろうしさ。救護室で休んだ後からの活動は概ね成功だったと思う。一度中断した上に最初のテンションがなかったこともあって、なかなかリエスになりきれなかったようだ。とはいえ時間をかければ徐々にキャラになりきれていたし、問題はないだろう。休憩に入るたびにまたテンションを上げ直さないといけなかったので、そこは要改善だろうけど、メンタル的な意味でか。ああ、そういうところもちょっと改善の余地あるんやな、コスプレイヤー。千代さん、今回の反省会は後日しっかりとやるけど、イベントが終わったところで今日の所感はどうかな。全然ダメでした。正直に言ってしまえば、イベントに参加するってことをなめていた気がします。はあ、特に体調管理ができていなくて倒れてしまったのが最悪です。そうね、何事も体調が基盤になって行うもんやけどな。ああ、うん、あれはね、倒れかけて救護室のお世話になったのだ。その一言だけで大失敗と言ってもいいような気がする。それにただクオリティの高い衣装を作るだけでもダメだって思いました。そうね、これからは季節的にもっと暑くなることもありますし、着心地や熱対策も考えないといけなさそうです。そういうのも考えてやるもんだよなって思い知らせてしまったよな。多分俺だけじゃなくてさ、コスプレのことはあまりよくわからないこのゲームをやっている人とか、この動画を見てくれている人もそう思ったんじゃないかな。そうだね、そこも問題点か。ダメだった点を挙げ始めればキリがなくなりそうなくらいにポンポン出てくる。次に作る場合はもっと考えなければいけないだろう。あ、それと撮影をしてくださった皆さんにSNS をやっていないのかって聞かれました。あ、そういう聞かれるもんなんじゃ。 SNS？ はい、もしかしたらそういうのも必要なのかもしれません。ああ、当たり前のように使っとうけどさ、そういうの聞いてくれるんやな。ふーん、なるほどね。それも反省会をするときの議題にしよう。もしかしたら俺たちが見落としている何かに気づくきっかけになるかもしれない。それじゃそろそろ会場を出ようか。いつまでもここにいても邪魔になるだけだしさ。すでにスタッフらしき人たちが後片付けを開始していた。これ以上ここにいてもただの邪魔にしかならない。そうですね、行きましょう。そして俺たちはイベントが終了した会場を後にする。大成功とは言えなかったが、それにしても得られることがたくさんあった今回のイベント。自分がこの程度だったんだなって思い知らされてしまいました。ああ、そういう経験ができたことこそがもしかしたら大成功かもしれませんが。歩きながらポツリと千代さんがそんなことをつぶやいた。それを知るための参加でもあったんだけどね。今回で知れたことはちゃんと次回以降に生かしていけば大丈夫だよ。はい、でも落ち込んでしまいます。そうよな、初めてやったことってさ、意外と自分でもできるだろうって思ってやることって割とあるよな。でもやってみたら結構難しいし、てかなんていうかさ、こういうことも考えなきゃいけないんだろうか、いけないんだなみたいな、思っても見なかった難題点がさ、 いきなり目の前に出てくるよね。それで最初思っとった目論みとは裏腹に意外とできないっていう、できると思っとったからこそさ、できなかった時の落ち込みってあると思う。やっぱりコスプレを甘く考えていたところがあったんだなって。好きって気持ちだけでは結果を出すのは無理なんでしょうか。
千代さんはコスプレを続けるために親からちゃんとした結果を求められている。それだけに今日の結果は思い悩むのに相当するのだろう。なんというか元気づけてあげたいけど、いやこういう時こそさ、やはり何か TA のセリフでないですか、あるんじゃないかな、あの闇落ちリースちゃんが元のリースに戻った時にかけた言葉とかあるんだろう。これ絶対それ出てくる、そういうの出てくるだろう。お前そういう出せよ、お前そういう時のためのコスプレっていう TA っていう設定だろう。お前そんなこともないじゃないかな。そもそもその好きって気持ちすらなければ続ける気にもなっていないだろうし、日本のことわざにも好きこそものの上手なれって言葉があるでしょ。これは好きなことならば自然と上達していくものだ的な意味だけど、今この状況ではさほど的外れでもないだろう。頑張ってやっていれば自然と結果はついてくれるさ、ついてきてくれるさ。コスプレ業界では俺たちはまだ初心者でしかないんだから。そうですね。うん。俺の言葉を受けて千代さんは曖昧な笑顔を浮かべた。言いたいことはわかるけど、いまいち納得できていないってことかな。仕方ない。ここは恥をかなぐり捨てる。来るか ?TA のセリフ。リース、そんなに落ち込まないでくぜ。誰にだって失敗はつきものなんだ。胸トロさん。俺は TA の主人公を意識しながら、隣を歩く千代さんの顎に指輪でかい、ぐいっと上を向かせた。勇気ってそんな俺様系なキャラな。俺の美学によーいなみたいな感じのさ、アトメ稽古みたいな感じになってますけど、突然のことに千代さんは真っ赤になって目を白黒させている。確かに君は敵に囚われて歴史解約のためのトッペとして従わされていた。だけど今回の事件は正気を取り戻した君が持ち帰った相手の情報がなければ決して無事に解決はできなかった。失敗は失敗だ。だが、大事なのは、その失敗を生かして、次につなげ、最終的に勝利をすること。俺はそう思う。先輩。そうだよ。敗北っていう経験は、最後に勝利を手にするために使え、のためのものなんだよ。なんか噛んでるわ。俺、重要なところで噛んでるわ、お前。ああ、だから俺、そんなイケメンになれんのや。うーん。TA の地下帝国編、囚われて闇落ちし、敵として登場していたリースが戻ってきた時に、主人公の勇気がかける言葉だ。来たよ。これよな。こういうのがこの二人にとっては大事なことなんよな。今日のコスプレ衣装は闇落ちリースだったため、ちょうどいいと思って出してみたんだけど、ほんま状況には全くマッチしとるわな。やばい。絶対に行動でやることじゃないよな、これ。恥ずかしすぎる。多分今の俺は真っ赤になっているはずだ。実際に同じく真っ赤になって俺を見ていた千代さんが思い出したように小さく忍び笑いをしている。ありがとうございます、胸トラさん。よっしゃ。本当に先輩に言われているみたいでキュンってしちゃいました。感じちゃったろ。ああ、うん。辛いさ。辛いさじゃないね。幸いさ、チョウさんはリュースみたいに任務を期限で区切られてるわけじゃないだろ。だから、今回の失敗は絶対に生かすことができる。俺はそう思うわけで。ああ、くそ!自分の言葉で何かを言おうとした途端、舌が回らなくなってきた。というか、俺はいつまで顎食いをしているつもりなんだ。長いことやってるな。ごめん、千代さん、すぐに手を払う。ネトラさん、その次のシーンはしてくれないんですか。え、何その次のシーンって。え、なんか結構言う、もっと触れ合う、肌が触れ合うようなことやるんか、お前。え、 TA ではこの後リスちゃんにそのするじゃないですか。
何をするんだね。何をするというのだね。やばい。ブスカ大佐出てきたよ、お前。何をするというのだね。そう。原作では、この後に勇気はリュウスにキスをする。いや、さっきもしたやん。もう、コスプレの救護室でも散々したやん、キス。またやるんかいな。そして、ジョーさんは明らかにそれをされるのを待っていって、待って。いや、でもさ、いいの？その、ジョーさんは救護室のこと、いやー、どこひっくり、引っ張り出されたら何も言えねえ。何も言えねえ。北島康介出てくるわ、お前。何も言えねえ。こちら。やばい。そんでさ、キスをしたら、キスをしたらね、さ、超気持ちいいって、また北島康介出てくるからな、お前、これ。どう考えても、お前。その一言だけで、俺は何も言えなくなってしまった。そうだ。あの時は、ジョーさんの真意は分からなかったけど、少なくとも嫌がってはいなかった。わかった。でも、これは GTA の主人公、勇気としてじゃなくて、俺自身としてしたいから。俺はそっと彼女のことを抱き寄せると、唇を重ね合わせる。はい、今ので、ね、俺の股間のもう胸トラも、股間のトラ胸もね、トラ胸がトラプレ、何を言ってるかわからん。うん、やばいな。俺の心の平穏は、当分やってこないでしょう。あ、めちゃくちゃ恥ずかしい。なんで俺、やべえ、思春期の夢の国のネズミも出てきたけど、お前。もういろんなキャラクター出てきすぎないんよな。それから、俺は、俺たちは、言葉も少なく、家路をたどる。どこで歩いても恥ずかしくて、隣にいる千代さんのことをまともに見られないのだった。やばい、恋が始まってきてるわ。これいやー、それにしてもさ、やっぱりコスプレに対しての情熱とかさ、こういうちょっと挫折的なことも入れてさ、それでも、それをコスプレっていうテーマと掛け合わせる感じがさ、結構心に染みてくるな。ただエロいだけじゃないんだよな、やっぱこういうゲームって。俺はこれをみんなに伝えたくてこのゲームをやってるような気がする。ただエロいだけじゃないんだよ。エロ目的でやったけど、こういう結構ストーリーもいいってことをね、皆さんに伝えたかったんです。だからこのゲームの実況は最後までやめません、皆さん。だから最後までこの実況動画を見てくださったら助かります。今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。お付き合い